おみたまの夜に乾杯。乾杯。紅はるかの干し芋。紅はるかの干し芋です。ねっとりしっとりって感じですよね。そうですね。あ、すごい。あ、でかこんなあのチョークアートの返礼品、これが猫。おー、結構大きいですね。趣味で筋トレやってるんですけど筋トレ好きな人はぜひ茨城に来て、はい、そうですね。おみたま暮らしオンライン、せーの、スタート。行きます。よろしくお願いします。で、本日のですね、メンバーをご紹介します。まず一人目のゲスト、高田さんです。はい、おみたま市役所企画調整課でふるさと納税を担当してます高田と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてですね、2人目のゲストはリカさんになります。はい、はい、チョークアーティストのリカと申します。おみたま生まれのおみたま育ち生粋のおみたまっ子です。猫好きです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、このイベントの事務局の風組の鈴木さん、スーさんってみんなに呼ばれてます。はい、事務局担当してます鈴木です。スーさんって呼ばれてますので、よろしくお願いします。で、そしてですね、進行は私、立原陽子が行ってまいります。おみたま仕事の代表をしておりまして、本業は、フリーランスで映像制作をしています。今ちょうどね、カメラを操作しているのが夫の立原博之になりまして、二人でおみたま市の PR 動画なども作っております。まずはね、ちょっとね、ふるさと納税についてお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ふるさと納税って言葉は本当にね、もう浸透して皆さん知っていると思うんですけれども、はい、ちょっとそもそもふるさと納税って何っていうところからお伺いしたいんですが、はい、小田さんお願いできますか。はい、ふるさと納税とあるように、税金を納める形になりますので、普段自分の住んでる自治体を納めている住民税などを、その住んでる自治体さんに納める代わりに、応援したい自治体さんにご寄付という形で税金を納めるといった仕組みになってます。それで、好きな返礼品なんかをもらえるっていうのも、ふるさと納税の魅力的な仕組みかなと思います。これどこのものを買ってもいい？そうですね、自分の住んでる自治体以外に、ご寄付すると返礼品がもらえるようになってますね。なんかね、テレビとかでも本当にお得なものがいっぱいあるとかね、いろんな、市町村のものとか聞いてるんですけど、おみたま市ってどんなものがあるのかっていうのは、何かサイトがあったりするんですか？はい、こう寄付する窓口とか、そういったのも、はい、ふるさとチョイスさん、それから楽天ふるさと納税さんと、あとふるなびさん、その3つのポータルサイトのいずれかか、あるいは紙で、やり取りさせていただいてお申し込みいただくっていう形もございます。紙っていうのは、はい、市役所の方で申し込むってことですか？はい、そうですね、私の所属してます企画調整課の方に、お申し込みいただくと、その後、紙での、ご寄付のご案内をさせていただけますので、はい、じゃあホームページとかから、連絡先見て、そうですね、はい、そこから問い合わせるって感じですね。ご連絡をいただけば、私が対応しますので。小田さんが、はい、はい、じきじきに。よろしくお願いします。はい、お願いします。って感じですね。はい、じゃあ実際ちょっとサイトの方を見てみたいなって思うんですけど、スーさんちょっとお願いできますか。はい、これふるさとチョイスさんの、はい、ページになります。ちょっとずっとこんな形で、返礼品の日なのか、自治体情報とか使い道っていうのが、はい、あります。この使い道が結構重要ですよね。寄付がに何に使われるかっていう情報も各ページに、はい、書いてあってですね、飛ぶと、はい、おみたま市の場合は、1、2、3、4と次世代を担う人づくり事業だったりとか、健やかで安心安全なまちづくり事業とか、見るかる地域づくり事業に、お金を使わせていただきますと。でそれ以外に指定ないところはお選びくださいというので、単純にこう欲しいものをこう選ぶだけじゃなくて、町に沿ってやりたいところにこう寄付ができるというのも、おみたま、このふるさと納税の一つの面白いところかなと思います。あ、はい、どういうことに、ね、使われているかっていうのを見えるのも本当にいいですね。うん、面白いですね。いろんなものがあって、さっきもゴルフの利用券とか、さっき多分ちらっとこれですよね、プレー券、はい、プレー券すごい。おみたま結構有名な、ね、コースあるんですよね。そうですね、
この太平洋クラブみのりコースさんでの利用券というのを今写していただいてますけど、食べ物以外にもこういったいろんな返礼品がありますね、うんうん、この前も大きい大会やってましたよね。そうですね、テレビでやってましたよね、はい、栗ラップもね工場があったりとか、はい、なんかお見たまにどんな会社があるかっていうのをこれ見ると分かるなって逆に。そうですね、はい、見えてきて楽しいかもしれないですね。カゴメさんの工場もあったりとかね、はい、ありがとうございます、ね、こんな感じで本当にいろんな、まあ、本当一つの欲しいものであってもいろんな種類が載ってたり、まあ、量だったり金額、寄付の金額によって商品がまたこういろいろあったりとかありますよね、はい、お御霊ならではね、ヨーグルトとかそうです、ね、やっぱりありますしね。今日も会場というかこちらに、はいはい、一部商品だったりとか用意しております、うん、これあるってことはあの、はい、もしかしたらあ忘れてましたね、乾杯しろって。そうですね、あのお御霊市は、はい、は乾杯条例が、ね、ちゃんとありますからね。そうですね、じゃあちょっと一つずついただきましょうか。はい、でこっちにあのユズと今日は、ね、プレーンの2種類、はい、ちょっとボトルで大きいようにあのブルーベリーがあるんですけど、じゃあスーさんが持っているのがユズ蜂蜜飲むヨーグルトですね、はい、で、はい、リカさんが持っているのがこれがお御霊ヨーグルトプレーンですね、うん、これが飲むヨーグルトです。これね、あの給食でも出てる、ね、いいよね、これ給食で出るっていいよ ね、 いいよねじゃあちょっと早速いただきましょうか。いただきましょう。あの仕事帰りでね、甲田さんも、はいね、私も甘いもの大好きなんで。あ、そうなんですか、うん、はい、はい、では行きます。ではお御霊の夜に乾杯。こんな感じでね、皆さんゲットやりましょう。あのチューチュー落としてますね、はい、いただきます。あ、飲みやすいですね。甲田さんのおすすめって何がありますか、はい、こちらですね、プロテインバー。プロテインっていうからやっぱりこう筋肉つけたい人が食べる、はい、そうですね、あの私も趣味で筋トレやってるんですけどなんかこの辺すごいですね横から見るとすごいですよ、厚みがなんかね、そうそうそう、スーツ着てたら分かんないんだけど、うん、脱いだろ脱いだろ、カーディガンね、ちょっとむきっとなるから、ね、そうなんだ。え、じゃあそのプロテインバー結構食べてる、はい、そうですね、あの実は机の、うん、引き出しの中に入っていて、うん、たまにそこから取り出してお腹が空いた時に、はい、あ、お腹が空いたらプロテインバー、はい、そうなんですよ。で今スーさんが出してくれたんですけど、はい、これね、中身はそう、これね、魚肉ソーセージっぽい感じ。本当だ。そう、こちらのチーカマとか練り物で有名なマルゼンさんが、うん、作っているものでして、うん、なのであの結構皆さんも見覚えがあるんじゃないですかね、この赤いテープを、はい、ペリッと剥がして、てか今も食べてます。あれ今スーさんが、スーさん、いや僕これで実食、はい、ちょっといただいてみようかなと思うんで、ちょっと僕にあまり注目してもらうと怖いので、ちょっといただきます。え、カメラ注目してます。けどあの僕いただくのはね、このブラックペッパー味、うん、すごいちょっとスパイシー、スパイシーな、もう、香りも、うん、なんかね、うん、プリプリしてる、なんか魚肉ソーセージよりもプリプリした感じ、やっぱ鶏の感じ、そうですね、鶏の味、鶏の味、結構胡椒と、うん、まあ、ちょっと塩味が結構あるんで、うん、あ、じゃあなんか料理とかに使えちゃうじゃないですか、うん、全然使える、そうなんですよ、そっか、うんうんうん、お野菜と一緒にフライパンで炒めてみたりとか、うん、はい、プロテインみたいな粉感は全然ない、うん、あ、うん、確かにイメージだとね、うんうん、プロテインとバーっていうので、うん、お菓子とかね、はい、そうですね、粉のイメージだけど、うん、全然違うんですね。お見たまにね、その工場があるのは知ってたんですが、うん、こういう商品があるの、うん、あんまり分かってなかった。知らなかった、今日知った。人気ですもんね、ランキングに。ね、そうですよね、知ってる人はもう、はい、もう食べてるってことですよね。多分もう筋トレする人は、うん、ふるさと納税で検索するときにプロテインっていうワードを入れるんじゃないかなと思います。なるほど。なんかふるさと納税で人気あるのは結構お肉が人気ありそうだなとかイメージがあるんですけど、はい、なんかこういう自分が本当に必要としているものを、ちょっとあの生活に、はい、ね、より近いものというか、
いやでもすごいすごい、うん、意外なものでした、うん、はい、であとこう今日、はい、用意してもらったものちょっと紹介、あ、そうですね、はい、干し芋、はい、こちらの、紫色のロゴが写っているのが鶴田商店さんの紅はるかになりますね。へー、うん、紅はるかの干し芋、紅はるかの干し芋です。ねっとりしっとりって感じですよね。そうですね、ちょっとあのもっちりしたような感じがありますね、うんうん、でこっちの黒い帯の方が、はい、こちらが、あかね農園さんの干し芋ですね。でこちらが安納芋ですかね、うんうんうん、はい、これもねっとりしたような、なんかすごい大きくて綺麗、うん、そうですよね、どっちも綺麗ですね。すごいすごい。で納豆、はい、そう、こちらが、そぼろ納豆ですね、うんうん、で茨城の方じゃないとちょっと馴染みはないかもしれないんですけど、納豆と一緒にお漬物が入ったもので、それをそぼろ納豆と言います、その他にもこういった福将軍、はい、福将軍納豆、これ高級ですよね。豆が大粒なんですよね、はい、うん、美味しいですとっても、うん、そしてその前にあるのが、はい、これがですね、おみたまプリンですね。おみたまといえばのおみたまプリン、ゴールドに輝いております。輝いてますね。ね、お芯も開けてみました。結構大きいですね。ね、こんな、うん、これ安納芋の赤根農園さんなんだけど、すごい大きいですね。大きいですね。手のひらサイズ？あ、一枚じゃないけどね。これね、1、2、3、4枚入っているんだけど、でも大きい、じゃあちょっと1枚剥がしてみます。うんうんうん、よ、お、わ、すごい。あ、でか。こんな、こんなですよ。すごいすごい。今日はとっても大きいですね。ね。ぜひ食べてみてください。ではいただきます。お味を。うん。うん。すぐ喋れないよね。いや、そうですよ。うん。お芋。おいしい。柔らかそうだね、うん、すごく。柔らかくて、あのこう私ねっとり系が好きなんですけど、うん、ねっとり。あ、甘くて美味しい。へー、うん、もっといっちゃいます。なんか干し芋ね、普通あの、うん、県外の方だと干し芋っていう表記しかないけど、多分県内の人だと品種でも選ぶじゃないですか、うんうん、あ、確かに、そうやりますやります。これは、うん、あの芋と紅はるか、うんうん、であと泉とかね、はい、知ってます。泉はかなり日立の中でも、うん、あの昔ながらのやつ、はい、そう、あの本当に地元の地元しか知らないやつ。よく知ってる、はい、玉豊かの方もそうですけど、あ、そうですよね、そうそうそう、あの直売所に行くと、うん、はい、もういっぱいそうですよね。では、さっきねちょっとちらっとこう、ね、ページ見てた時思ったんだけど、うん、あのチョークアートの返礼品、うん、ありましたよね。あら、気づいちゃった。ありましたよね。あれってリカさんが、うん、そうなんですよ、実は。すごいすごい。あのチョークアートって皆さん知らない方が多いと思うんですけど、私あのチョークといってもこういうカラーのオイルパステルというチョークを使って絵を描いています。まずこれが猫。おー、大きいんですよね。結構大きいですね。 A3、 うん、そうです、うん、A3 サイズあるので、そう、これは額もついた状態ですか、うん、そうです、うん、額もついてこれですね。で、あの基本的にはあのペット1匹1人、ね、に対してちょっとこうワンポイント、もう鼻であるとか首輪であるとか、うん、そこワンポイントまでは OK っていう感じで、でもう一つこちらはね、あのちょっとレプリカになっちゃうんですけど、実際にオーダーをいただいて書いたも の, パグの、そうですね、パグで、実はもうあの亡くしてしまったワンちゃんだったらしくて、うん、覚えてます ね, ね、それでこれを見た時にもあの家族でうるっと来てしまったっていう、でみんなでこのすごくいい思い出になりました、はい、ありがとうございますっていうメッセージをくれて、それを読んで私もうるっていう、でね、今新しく飼ってるワンちゃんとこう一緒に写真を撮って、この、ね、あの絵を飾ってある部屋で撮ってくれたのを、ね、はい、送ってくださって、送ってくれましたね、うん、そういうね、なんか交流がすごく嬉しいですね、はい、嬉しかったですね、うん、やっぱそういうのも担当してる近藤さんも話聞いたりとか、はいはい、そうですね、すごい嬉しいです。寄付者のそういった方からメッセージいただいた際は、うん、リカさんにも私の方から共有させていただいて、うん、はい、嬉しいですねっていう、ね、そう、
ね、そう、そういう感じでね、まあ、ワンちゃん猫ちゃんが多いんですけど、中にはうさぎさんだったりとか、まあ、いろいろ何でも受けられますので、ね、ぜひご用意いただければ、はい、ぜひ思います。じゃあここからはですね、お御霊の暮らしの情報をお届けしていきたいと思います。はい、スーさん、はい、お願いします。はい、まあ、今のふるさと納税のね、話から派生した形なんですけれども、はい、まあ、市民から聞く移住のヒントという形で、まあ、リカさんも甲田さんも、まあ、横田さんもお御霊市民という形で、改めてじゃあこの移住のヒントとなるような暮らしにちょっとフォーカスしていきたいかなと思ってます。お御霊の皆さんが普通だと思っていることが聞いてる人からすると結構面白いなと思うかもしれないので、皆さんのちょっと普通をちょっと聞きたいなと思います。で、その最初にですね、仕事の移動範囲のあたりからちょっと聞いていこうかなと思っていて、まあ、皆さんそれでお仕事、ね、いろんなことやってると思いますので、まあ、どこまでこう仕事の範囲として、はい、活動されているのか聞きたいなと思ってます。役場の甲田さんから行きましょうか、はい、いいですか、はい、甲田さんのいつもの仕事どういう範囲でしょうか。普段はですね、市内をやっぱりメインで活動はしてますね。私もちょっと御霊市内に住んでいるんですけども、職場までも20分ぐらいで、職場からまた市内で別の場所に移動してっていう時でもやっぱり20分30分あれば市内全域を、まあ、行ったり来たりできるかなというところです。続いてリカさん、はい、まあね、チョークアーティストでどんな形でお仕事されてるんですか。呼ばれれば、うん、どこでも、うん、家プラス呼ばれた場所で書く。そうですね、うん、普段こう制作は自宅でやって、で、まあ、お渡しするときにお相手のところに行ったり、うん、イベントとかで、うん、ライブドローイングとかやることが最近ありまして、うん、でそういうときはそのイベントの、ね、手先でやったりするので、そうするとまあどこでも呼んでいただければっていう感じですね。北海道、うん、飛行機ですぐ行けちゃう、うん、そうね、茨城空港から行けちゃうから ね、 ね、 ね、すごい。ゆうこさんもぜひ、うん、動画クリエイターとしてはどういった範囲ですか。私はこんな感じで、うん、まあ、東京北関東行くこと結構多いなっていうふうに思います。もう機材すごいいっぱい持っていくので、はい、車に積んで、でも高速、うん、高速で常磐道、圏央道、北関東道とかね、結構みんなアクセスすごくいいんですよ。そうですよね、今まで、ね、横にまっすぐ行くだけですもんね。だいたい1時間半以内にいろんなとこ行けちゃうから、うん、便利だなっていうふうにはすごく思います。出ます。はい、うん、じゃあ次の質問に行こうかなと思います。次はちょっと暮らしにフォーカスしまして、まあ、日々のお買い物とか休日ってどこまで遊びに行ってるのかなってことと、聞いてみたいなと思います。インド派なのかなとか、近くまで結構近くのお店、まあ、もしくは郊外どこまで行かれてるのか、またじゃあこれ甲田さんから行こうかな。はい、はいはい、じゃあ結構インド派なので、だいたい車で1時間ぐらいで行ける距離っていうのが主なところになってます。体鍛えてるけど、今は、はい、そうなんですよ、実は自宅に器具があるので、外出なくてもいいんですか。で出なくてもできちゃうんですよね。そうなのか。でもそれだけ部屋も広いってことじゃないですか。部屋もですね、その筋トレ、筋トレ話が掘り下げていただいて恐縮なんですけど、はい、なんか筋トレのグッズを置けるぐらい余裕があるって、うん、まあまあ茨城の、うん、いいところですね、まあ、これ筋トレ好きな人はぜひ茨城に来て、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあリカさん、はい、はい、休日とか買い物はどの辺に行くんでしょうか。はいはい、私仕事あまりこう休日と仕事の日がオンオフがあまりないんですけど、日常的に出かけてるところっていうところでちょっと挙げてみたんですけど、ですね、自宅から近い、スーパー、ね、レコスとか、今平屋ですけどね、あとヨークベニマルとかで買うことが多いです。あとはまあ仕事と遊びと絡めてですけど、東京行ったりとか、あとはつくばに友人が多いので、よくそっちも仕事と遊びと兼ねて行ってます。つくばまでは車で、東京は電車ですか。そうですね、つくばは車で、電車では東京ですね。車で石岡まで行っちゃって、でそこに車止めて、で東京行って、で
飲むときは東京に泊まってで次の日帰ってくるとか、うん、一生懸命だと結構、ね、1時間もかかないで行けちゃうから楽ですよ ね。しかも駐車料金がめちゃくちゃ安いんで確かにあれ駅近いくらでしたっけ。ね、いくらだっけな、200円とか300円とか、うん、それぐらい250円が250円か値上がりしたいや僕もびっくりしました、うん、いいのかなみたいな、うん、でも東京だと15分250円とかだったそうか、そう、感覚が信じられないですよね。駅前で1日で250円とかですね、うん、はい、そうなんです、すごいと思います、ね、じゃあ続いて陽子さんも。はい、はい、私のお買い物は、まあ、水戸、土浦、筑波、ひたちなかとか、うんうん、そうですね、北側に行けば水戸、ひたちなかがやっぱりお買い物ではいろいろ行きますし、あと南に行くと土浦、筑波で、あの病院とかも結構選択の範囲が広いんですよね。あ、なるほど、うん、なんでいろいろ選べますね。県北、県南どっちも行けるっていう。あ、確かにそうですよね、うん、高速道路もわりかし近くにあるから、うん、そうですね、ここでも3個ぐらい、はい、多分そうですよ、ね、選択肢があるので、うん、はい、うん、僕もあの東京と茨城の2拠点してた時はやっぱり高速道路の降り口がたくさんあるんで、うん、結構さらに行き先によってやっぱ変えてて、うん、あの 楽だなと思いました、うん、すぐ乗れるから下道で渋滞はまらない、うん、あ、そうですね、本当選べますよ、選ぶんですよ結構、ね、それ僕見たものはすごいいいなと思って、うん、渋滞知らず。じゃあ最後のちょっとご質問に行きたいなと思ってます、はい、じゃあ改めてこうお見たまの面白さっていうものを皆さんどこに感じているのか、うん、で最後はちょっと締めていきたいなと思ってますので、またじゃあ小和田さんの方からお願いします、うん、はい、はい、私の方はちょっと面白さっていうものと魅力っていうところですかね、うん、素敵な人場所がいっぱいありますよっていうところですね。今日もあの試食員の私があの市民クリエイターの立原さんのお宅にこうやってお招きいただいてこんな素敵な、はい、ところに一緒に出演させていただいたりとか、猫好きのリカさんが隣にいるとかこういったところが本当に面白くて素敵な魅力的なところかなと思います。 ありがとうございます。はい、そうね、思いつくまま挙げてみたのは、まあ、そのいろんな、ね、職業の方がいて、うん、でそういう人たちとこう交流する場が持てるっていうこともやっぱり面白いですし、あとその文化意識が高くて、うん、ね、ミノレだったりアピオスコスモスありますけど、そこでこのなんかな、ただ箱だけじゃなくって、そこにこう住民がこう頑張っていろんなことをやってる、うん、でこれがなんかすごく魅力的 でそれが結構の他の、ね、市とか町の人からもお見た目いいよねって結構言われることがあるので、うん、結構鼻が高い、うん、嬉しいですね、うん、嬉しい。そうで、さらにあのクリエイターに対するリスペクトがとても嬉しいです、ね、なかなかクリエイターってこうなんていうかな、うん、仕事としてこうやっていくのが難しい部分だったりとか、こうもがいている部分があるんですけど、ちゃんとその敬意を持ってあの仕事を振ってくださったりだったり、こう話をね、いろいろしてくれるので、あの居心地がすごくいいです、クリエイターとして。うん、いいですね。はい、では陽子さん。はい、私のお見たまの面白さは、まあ、チャレンジしやすいなっていう風に思っていて、ここであの民泊をあのコロナの前始めたんですけど、それやるきっかけもできたらいいなって思ってる時に、市であのそういうセミナーやってくれて、でそれで不安を解消できて始めたっていうのがあったので、なんかそれも結構その後も市役所の職員さんがサポートしてくれたりしたので、そういったところでね、本当にいろんなことやりやすいなっていうふうに思いました。で次回が2月、ちょっと、まあ、1月明けて2月は少し働き方とかあの会社とかですね、あとは、今考えているのは、家の専門家の方をお呼びして、うん、新築建てるなとか家でイノベーションするなとか、そういう観点から、じゃあ見た目でどういったところで建てやすいかみたいな話をちょっとしていったらいいなと思ってますので、2月もお楽しみください。またあの告知は Facebook や PTX スマートの方でしていきたいと思ってます、ね、この本当にあの一緒に、ね、楽しんで見てもらえたらいいなというふうに思うので、ぜひ飲み物片手にまた次回見ていただければと思います。あの少しでも、ね、皆さんがお見たま市に興味を持っていただければいいなっていうふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい、では皆さんありがとうございました。納税待ってます。待ってます。お問い合わせ待ってます。